なんか美味しい好吃好吃。哦，对，我有两个日本朋友来台湾，等一下陪他们聊一下。好，我要说什么？你就骗他们说你是日本人。哦，好。那我先去超市。好。我去，台湾人到没有去呢？こんにちは。こんにちは。こんにちは。ミキさん。ミキさん。はじめまして。はい。うん。台湾で勉強されてるんです。難しいですね。ねえ。あ、じゃあ台湾来てどれぐらいなんですか。3ヶ月。3ヶ月なんて3ヶ月やったらめっちゃ一番ね、楽しい時ですね。楽しい時やん、いいなぁ。ここで友達できてねえ。虽然我们是日本人，但是中文是用中文好了。はい。日本人の女の子。日本人の女の子や。ねえ、一番いいところやと。うまいもん食ってそう。え、おかげさん。うん。ゆきさん。うん。ちょっと日本人っぽくなくないですか。やっぱりいろんな種類の日本人でいるやん。まあね、ハードもね、日本人で、うん、ね、台湾で生まれて。ずっと台湾育ったって日本人もいますから。まあそうやけど、まあ普通に可愛いし日本人でええんちゃう。可愛い。まあ確かに可愛いは正義ですからね。そう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 、可愛いは正義や。ということで日本人やと思うで。可愛いから。いやでもあの喋り方、うん、ちょっと日本人っぽいっすもんね。めっちゃやろ、あの、うん、もう数字なんでやろ、絶対日本人やで。うん、これでね、日本人だったらマジやばいですね。うん、いや日本人だと思うやろ。日本人か、いや僕はまだ話してみないと分かんないなっていうので。トイレかな。いやでも高木さん、うん、あの子、うん、絶対日本人じゃないと思うんですけど。なんで。いやだってあの喋り方といい、うん、見た目といい、うん、100%、うん、100% でしょ。いやでも絶対ちゃうよ。ほんまに。いやでもああいう日本人もおるやろ。だってね、日本人の中でもいろんな変ないっぱいいるやん。変なってどんなやつか。まあいろんな個性がいるやん、いろんな個性じゃない。うん。だとしても、うん、直感ですよ。直感か。直感を信じて、うん、絶対違うと思う。いや僕は直感はね、たまに外れるからね、うかね、日本人やとね、思いたいわ。どう出るか戻ってきたで、聞いてみ。うん、うん、ね、さっきの日本人やったんだけど、勝負始まりました。うん、ゆきさん、你是从日本の何来？三重県のスイートコース伊勢神宮があるし、ね、あと、ね、島、伊勢島、そう、新、うん、遊園地もありますから、ね、まあ遊園地あるね。あと名古屋の隣だしね、うん、ええとこや、ええとこ、うん、行ってみたいですね。いいね、いいね。はい、タンちゃんやられた。え、それ、うん、ほんま台湾人、台湾人。ねえ、そう。じゃあよ、じゃあよ。